トレックボーイです。今回からスタートレックディスカバリーシーズン4を1話ずつあらすじや感想を語っていきます。今回は第1話です。まだご覧になってない方は Google プレイストアで購入して先にご覧ください。下に吹き替え版と字幕版のリンクを貼ります。いいでしょうか。では始めます。最初にシーズン3までの流れをざっと振り返りましょう。シーズン1は TOS の10年前、つまり23世紀という時代設定でした。ですから科学が登場するまでの前史的な作品かなと思ったのですが、クリンゴンの文化を掘り下げたり、平行宇宙を絡めたり、ドラマのスケールはどんどん大きくなりました。極めつけは奇想天外なクマムシ、こいつですね。このクマムシの放射ドライブによって宇宙のどこへでもジャンプができるようになったことです。ジャンプというのは、船がですね、こっち方向に回転してからドーンと瞬間移動する、まあ、画期的な技術なんですが、最初はクマムシ固有の特殊な能力が必要だったのに、やがてスタメッツがその能力を獲得して、ディスカバリーはいつでも自由にジャンプできるようになりました。シーズン1は新しい扉を開いたような印象がありましたね。シーズン2は赤い天使の謎を解く物語でした。赤い天使とは脅威を警告するために時空を超えて出現した、いわばタイムトラベラーです。最後にはそれがタイムスーツを着た母ガブリエルやマイケル自身だとわかるのですが、人工知能、つまり AI の脅威に対抗することが最終的なテーマになります。AI の狙いは10万年分の知識を蓄えた球体のデータでした。もし AI がそれを獲得すると、全生命体が AI に支配される恐れがあります。 AI にコントロールされたリーランドたちは球体のデータを奪おうとしますが、ディスカバリーは球体のデータを持って遠い未来へ飛び去ることでAI の目的を阻止しました。艦隊は同じことが起きる危険を排除するために、ディスカバリーや放射ドライブの存在を機密扱いとしました。つまり艦隊の公式の記録からディスカバリーは消えたのです。シーズン2は複雑なストーリーでしたが、最後はディスカバリーが未来へ飛び去り23世紀の歴史から消えるという衝撃的な展開となりました。シーズン3からは32世紀です。ディスカバリーは930年後の未来へ来ました。意外なことに32世紀の宇宙は星々の交流が途絶えた孤立した世界でした。原因は120年ほど前に起きた大火という大惨事です。それによってダイリチウムが燃え尽き、ワープ工法が使えなくなったからです。惑星連邦は弱体化し、海賊のような勢力が地域を支配しています。ディスカバリーは大火の原因を突き止め、大量のダイリチウムも発見して、再びワープが利用できる世界に戻しました。それによって惑星連邦を再建するめどが立ったのです。ワープが使えなければ星と星との交流がなくなり、惑星連邦が成立しなくなるということが分かりました。シーズン3は32世紀という未来でありながら、種族間の交流がない未開拓の世界でした。その反面、科学技術は進歩していて、バッジをタップするだけで転送できたり、
プログラマブル素材で何でも作れたりと、新しいテクノロジーが見られます。宇宙船がバラバラに分離したり変形したりするのも新鮮ですね。ちなみにシーズン3ではブックも放射ドライブを動かせるようになりました。さてここまでがシーズン1からシーズン3までの流れです。シーズンごとにテーマが大きく変化していったことがお分かりでしょう。この流れがあらかじめ計画されたものだとしたら、私はこのディスカバリーというシリーズが特別な狙いを持って作られたように感じます。これはあくまでも私個人の想像ですが、その特別な狙いとはスタートレックのビッグバンだと思います。これまでのスタートレックの歴史や世界観をさらに大きく広げたい、制約や決まり事を超えたより自由な世界を作りたい、つまり作品世界の大幅な拡張です。それを私はビッグバンと表現しました。思い返してください。放射ドライブという荒技でワープを超えるテクノロジーを実現したり、強引ともいえる展開で無理やり舞台を32世紀へ移したり、そして32世紀の世界では惑星連邦をリセットして一からの出直しを演出したり、シーズンごとにビッグバンと呼ぶにふさわしい大きな変更を行っています。制作側の視点から見ればどれもが非常に魅力的なアイデアだと思います。ビッグバンからは新しいドラマも生まれます。シーズン2でエンタープライズ号を登場させてパイク、スポック、ウーナがデビューしました。ストレンジニューワールドをスタートさせたわけです。平行宇宙のジョージャウ皇帝からはセクション31のシリーズが生まれるかもしれません。そして32世紀の世界では惑星連邦や宇宙艦隊を再建していきますから、再開された艦隊アカデミーでの候補生たちの青春ドラマがシリーズ化される可能性もあります。私にはディスカバリー号がスタートレックのビッグバンという大きな使命を与えられて、文字通り誰も行ったことのない未知の世界を懸命に突き進んでいるように見えます。未知への挑戦、ディスカバリーの楽しみ方はその辺にあるのかもしれませんね。さあ第1話を振り返りましょう。今は32世紀です。ダイリチウムの供給が始まり、惑星連邦を再建しようとしています。ディスカバリーはダイリチウムを配って連邦へ加わるように外交活動をしています。町長のようなアルシェイン人、そのリーウ皇帝にダイリチウムをプレゼントするシーンがギクシャクして笑えます。光を放ちながら乱舞する町長が銃を乱射する、その映像のすごいこと、すごすぎて笑うのを忘れて映像に見とれます。実はアメリカでは 4K でも配信されていて、 4KHDR で見ると映像のコントラストが素晴らしいのですが、 HD 版の映像でも十分に美しいです。ブックの船が、星に降りていくシーンで、こう分解と結合を見せながら進んでいくのはどういう意味があるのかよくわからないのですが、まあかっこよさにしびれます。そしてこの船はですね、ここがコックピットで、2人は、この上に、ま、最後飛び乗って、そしてこの中に入ったわけですね。ですからこちらが前で、こういうふうに飛んでいく
という形です。どの角度から見ても、まあ、奇抜で、シャープな美しい造形だと思います。一仕事を終えて、ディスカバリー号が発進しますが、その時のバーナムの発進命令がレッツフライ、飛びましょうですね。これは船長によって違う言葉が決まっていて、それぞれの個性を表しています。レッツフライはバーナムらしい明るさがありますね。本田さんの飛びましょうの表現も素敵です。ではパイクの発進命令はどんな言葉かお分かりですか？ちなみにロアデッキではフリーマン艦長が発進命令の言葉の選択に迷っているギャグがありました。ロアデッキは本当に細かいですね。さて次のカミナーの評議会のシーンでは、撮影スタジオに新たに導入された AR ウォールの映像効果を見ることができます。 AR ウォールとは撮影スタジオの壁面をグリーンバックではなく LED ディスプレイにしたものです。背景の映像を後から合成するのではなく、役者が演技するときに背景もリアルタイムで投影して撮影するのです。しかもその背景映像はカメラの向きに対応して自動的に変化しますから、カメラから見るとまるで現実の光景のように見えます。さらに AR ウォールの光が役者の顔に反射してそれがカメラに映り込みますから非常にリアルです。ほとんどホロデッキですね。実際にトロントのスタジオの入り口にはホロデッキはこちらと書かれています。カミナーの評議会の映像では周りの水中の描写や、浮遊するバウルの評議員などが実にリアルです。 AR ウォールはストレンジニューワールドでも活用されています。ちなみにサルーは大長老の称号を得て、カミナーのリーダー的な存在になっていますが、スカールを救って対価の問題を解決したというだけではなく930年前の世界からやってきたわけですから、まあ、一目置かれるのは当然ですね。果たしてサルーはディスカバリーに戻るのでしょうか。宇宙艦隊アカデミーが125年ぶりに復活するということは、大火の間はアカデミーがなかったんですね。というか連邦も艦隊もほとんど機能していなかったのですから、アカデミーどころではありません。新たに登場した惑星連邦のライラ・リラク大統領、この人物は劇中では説明がありませんが、カーデシア人と米上人と地球人の3種族のハイブリッドです。ショーランナーのミシェル・パラダイスはシーズン3以降、連邦の大統領にはどんな人物がふさわしいかを考えた。カーデシアと米上の和解から800年を経て、リラクのような大統領が生まれたことは歴史的な意味があると思うと語っています。リラク大統領はシーズン4で重要な役回りとなりそうですね。さて、宇宙基地のナラス司令官から救難メッセージが入って事態が急転します。重力の歪みを伴う異常現象です。何かが基地に衝突して基地は漂流状態になります。ティリーとアディラが乗り込んで修理を始めましたが、さらに大量のデブリが衝突して修理は不可能になり、脱出船で逃げようにもデブリが付着して脱出船が動かない。そこでバーナムはリラク大統領の反対を押し切って自らが小型艇で基地に向かい脱出船を動かします。その映像もすごいですね。小型艇のキャノピーが割れて
ぐるぐる回転したり、デブリが飛び交う中で宇宙遊泳をしたり、その最中にナラス司令官をなだめるためにリラク大統領が巧みに話を合わせるシーンがありましたね。リラク大統領は事態が緊迫した段階で早くも先手を打ってナラス司令官のファイルを見ていましたから、抜群の危機管理能力です。バーナムが大統領にジョラットの裂け目に行かれたことが、それともファイルで情報をと聞くと、嘘をついたと思っているのね、それが問題と大統領は答えます。大統領の方便にバーナムは驚きます。ちょっとした会話ですが、二人のリーダーの違いがうまく表現されていて面白く感じました。嘘の方便の現実主義者の大統領と、おそらく嘘をつくことができない理想主義者のバーナム。バーナムはシーズン1の連星系でのクリンゴンとの戦いで自らの行為によって多数の犠牲者を出したことへの負い目があり、一人の犠牲者も出したくないという強い思いを持っています。リラク大統領はバーナムに足りないものとして自分の決断によって起こり得る結果を受け入れ、どんなことがあろうと厳しい選択をする気構えが欠けているといいます。少数を救うために大勢を危険にさらしたとも言いましたね。小林丸の勝ち目のない戦いで勝ちにこだわるバーナムと、犠牲を少なくするバランス感覚が大事というリラク大統領、対照的な2人のリーダーが面白いですね。さて、宇宙基地からほど近いクイジャンでは、カイヒームの息子リトの大人への儀式異休禅が行われ、ブックも立ち会っていました。しかし多数の鳥が逃げ惑う異変が起きて、ブックは一人船で調査に向かいましたが、大量のデブリと遭遇してオートパイロットでディスカバリーに戻ります。クイジャンの場所を見ると、そこには何も存在せず、遥か先に星の残骸が漂っていました。一体どうなったのでしょうか。続きが気になります。日本語版の制作クレジットを表示しましょう。世の光さんに続く新しいマイケル・バーナムの声は本田孝子さんになりました。本田さんといえばスタートレックではエンタープライズのトゥポルのイメージが強いですが、感情を抑えたクールな印象のトゥポルとは対照的に、バーナムの声は自信と情熱に満ちた力強いトーンです。船長にふさわしいですね。与野さんから変わっても全く違和感がありません。素晴らしいです。ウィラはバーナムとティリーが話しているときに、船長、提督が急ぎでお呼びですと呼びに来た女性士官です。リーウ皇帝は町長に似たアルシェイン人のリーダーです。最後に世の光さんを追悼させてください。シーズン1からシーズン3までマイケル・バーナムの声を担当された世の光さんが2020年11月15日に永眠されました。シーズン3の最終話の収録は2020年の10月初めでしたが、世のさんは最後まで立派に仕事をされました。世のさんの声はマイケル・バーナムにぴったりでした。与野さんが作られたマイケル・バーナムのイメージは引き継がれていきます。
その声は永遠に残ります。世の光さんのご冥福をお祈りいたします。ありがとうございました。トレックボーイでした。